日産エクストレイルどう ?2022 年7月にフルモデルチェンジして4代目となった日産エクストレイルですが発売から約10ヶ月が経過しました実際にユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうかエクストレイルは初代が2000年に登場し現在では4代目となるモデルが発売されています 現行モデルは初代モデルからの DNA であるタフギアを継承し、エクストレールの魅力である力強いデザインが復活。また、インテリアは上質なデザインとなり、それまでの歴代よりもさらに洗練されました。このモデルチェンジで特に注目を集めたのが E4 オースの搭載です。E4 オースは、 日産の電動化技術と 4WD 制御技術、車子制御技術を統合させた新たな電動駆動4輪制御技術です。E4 オースにより、4輪の駆動力が最適化され、雪道や山道、市街地などのあらゆる場所でスムーズな走行や高い走破性が発揮されます。また、進化した第二世代 E パワーと VC ターボが搭載されており、新型エクストレイルは力強く滑らかな走りに加え、走行の静粛性を実現しています。そんなエクストレイルですが、発表時に日産は新型エクストレイルの発売から、2週間で受注が1万2000台を突破したと発表しています。その内訳としては、 駆動別で9割以上のユーザーが 4WDE4OS を選んだほか、グレード別では6割以上のユーザーが最上位 G グレードを選択しています。またオプションでは、7割以上のユーザーが日産コネクトナビゲーションシステムを、さらに半数以上のユーザーが防水シートやルーフレールを選択するなど、 近年のアウトドアニーズに合った装備が人気となっていたようです。発売から現在にかけての動向について、関東地方の日産販売店の担当者は次のように話します。エクストレイルを購入するお客様の多くは、いいパワーやいい4オースで味わえる。独自の走行感覚がいいという理由がほとんどでした。 SUV を購入するお客様でも、エクストレイルに決め打ちしているといった人が多い印象です。特に E4 オースを搭載している 4WD のモデルが人気で、お客様からも SUV とは思えないほどカーブがしやすいなどと、走行性能において好評をいただいております。また、 近畿地方の日産販売店の担当者は次のように話します。エクストレールと他の SUV を検討して、他メーカーのモデルを買うといった人もいますが、多くの場合はコストが理由になります。エクストレールは国産の SUV でも高価格帯になるため、トヨタ、ラブフォーやスバル、フォレスターを買う人もいます。なお SNS では、 エクストレイル納車された、これから楽しみ。エクストレイルのデザインが良い。初代の雰囲気が戻ってきた感じで好き。タフなデザインがいい、といった声が見られます。先代となる3代目が2013年に登場し、現行が2022年となり多くのユーザーがフルモデルチェンジを待ち望んでいました。発売以降、 半導体不足などによる影響で受注停止となっていたこともありますが、現在は徐々に回復傾向にあるといい、今後の販売動向にも注目です。